よく来てくれたね。待っていったよー。クマさん？はい、こちらのね、お着物の詳細は後日上がる動画でわかると思うんで、そちらの方お楽しみください。ということで、はい、どうもこんにちは、スゴロクです。それでは、サーモランネクスウェブ実況プレイやっていこうと思います。本日はですね、久々にちょっと、プレイしながら喋る形のね、まあ、いわゆる普通の実況プレイ動画をやっていこうと思います。最近解説動画とか出すときはね、ちょっとスタイルが違ったんですけども、はい、今日は普通にプレイしながらやっていきます。本日は何をするかと言いましたらですね、編成ご覧ください、こちら。必戦、スプラローラー、お風呂、トライストリンガーということで、シューターのない編成となっております。シューターがないって結構しんどいと思うんですよ。トリッキーな武器しかないんで、まず操作感が難しいし、単純に塗り武器がなくなりますしね。だからこの4つの中で必戦ぐらいしか今回塗れないんで、なかなか簡単にいかない編成だと思います。今回これやっていきます。そしたらちょっと軽くね、軽く武器一個一個解説していこうかな。まず必戦、バケツ系の中でもね、射程が短くなった代わりに振りの速度が速くなった必戦でございます。まあ、ダメージは100ダメージなんでね、ダメージは気にせず振っていっていいと思います。で、雑魚式に関してはこうやって上から被せるようにすると、まとめてやれるんで、真正面からじゃなくて上から被せるようにして使ってください。で、今回の4つの中だとこいつが一番塗れる塗り枠担当なんで、必戦持った時は積極的に塗りをしていきましょう。次、ちょっと飛ばしてお風呂なんですけど、こいつもね、振るだけなんで、使用用途は難しくないと思います。一発60の弾を一振りで4発撃ちます。DPS はね、結構高めなんで、どんどん気にせず、大物もザコシャケも振っていくといいと思います。ザコシャケとかをこうやって真正面にね、一列並ぶところから真正面に振っていってください。スロシア系ですが、上からというよりはザコシャケはまっすぐでいいです。ちょっと一個コツとして、まあ、爆弾槍なんですけど、こうやってレティクル合わせてね、撃ってもらって大丈夫なんですけど、ちょっと離れてる時とかは、弱点のちょっと上を狙ってもらうと、泡がね、局射で落ちるんで、爆弾の狙う時はちょっと弱点の上を狙うと、当たりやすいかなと思います。次、スプラローラーですね。こいつが今回一番微妙。まあ、ダメージは、横振りも縦振りも200です。はい。で、引きのダメージが、よいしょ。125。小鮭、雑魚鮭が引けるレベルなんですけど、こいつがね、強みがない。一番微妙なんですよ。悪い意味で器用貧乏。ローラーといえばね、ラッシュとかでの低速ローラー。こうやってちょっとだけスティック倒すとダメージが出る低速ローラーが、まあ、有名なんですけど、それ以外が本当に微妙で、まあ、この雑魚鮭が引けるんですけど、結局ドスコイとかがいるとノックバックでね、ちょっと厄介なことになったり、他の大物も倒すのが早いわけではないので、ローラーが今回一番微妙です。塗りも。って感じなんで。だからローラー持った時は一番気をつけてください。一応一個今回、テクニックがありまして、振る時にこうやって密着してると、そのまま引きのダメージを入れられます。振りと引きのダメージが一気に入るんで、まあ、これを狙っていくと変わるかな？ちょっとこれは意識してみてください。はい、そしてトライストリンガーですね。これは、チャージしないと一発40。で、フルチャージすると、一発150の弾を3発。フルチャの火力が450っていう、かなり効果力が出ます。ドスコイをね、こうワンパンできるレベルなんで、まあ、処理は基本的に射程もあるんで、フルチャでこうやって狙っていくのがいいのかなと思います。で、ザコシャキやるときは、半茶かな？ちょっとね、ここに関してはね、僕もまだね、連動が足りてなくて、何が効率いいかまだ分かってないんですけど、まあ、おそらく、ザコシャケの群れと、塗りをやるときは半茶がいいのかなと、思います。で、もう一個ちょっとコンセプトとして置きたいのが、今回伝説40でやります。はい。結構僕、危険度高い状態の動画をよく上げたんですけど、ね、最近よくコメント等で言われるのが、伝説40の方が難しいと。はい。これなんでかって言ったら、称号が低いうちって簡単にクリアできるじゃないですか。誘導とかもね、あまり考えずに。クリアできた人たちが、上がってきたばっかりの人たちが集まっているところなんで、そういう意味で、実は伝説40スタートあたりが一番難しいんじゃないかなと、思っております。それと、マッチングする層が、これ伝説だけじゃなくて、達人等もマッチングしてるんですよ。おそらく。今回のマッチングシステムが、しっかりしてまして、自分のいる値から、ま、大体前後数字100ぐらい、近い人とちゃんとマッチングするって言われてるんですけど、これ僕思ったんですけど、伝説の40の下100って達人じゃないですか。40より下ってもう称号が下がって達人になってるから達人とも普通にマッチングするんじゃないかと
思います。なんで、まあ、その2つの条件の状態、編成、シューターなし編成がまずきつい、そして、伝説40あたりの方が実はきついという、この状況で今回、プレイしていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、やっていきましょう。ステージはシェケナダムですね。で、そうだ。今回ね、難しくしてる要素の一つとして、もう一個、シェケナダムっていうことがありました。現在ね、ネクストウェーブは3つのステージが実装されてますけど、前作から続投してるこのシェケナダム、ここが一番ね、今難しいです。ネクストウェーブの仕様に結構合ってないなって思うんですよね。あの、柱の突き刺さる位置がね、想定されて作られてないからなんか変な位置に刺さったりとか、やれないね。あと、この段差が多いじゃないですか、細かい段差が。これのせいで、あの、雑魚車系の動きがね、今回、ルートの真ん中を通ってこないっていうこともあって、すごいやりづらいし、あと、鍋蓋もすごい脅威になるんですよね。段差挟むせいでね、下ろしても倒しにくかったりとかするんで、ネクストウェーブでね、よいしょ。ダムが一番難しい仕様になってます。さあ、通常昼ですね、もう始まってますけど、私、お風呂。のーちゃんがひとまず1ですの、ヘビが多め。ヘビ多めだね。これ鍋蓋起動させたいな。間に合い。はい。鍋蓋のプレスで、結構な大物射撃をやれます。あ、遅かったね。これはタワー行きましょう。桟橋のタワー行くとね、デスのリスク高いんで気をつけてください。射程がある武器はこうやって奥まで行かない方がいいです。さあ、雨降ってる。一旦片パ片翼でこっち行くか。よっしゃー、ノルマは、オケ丸。はい。じゃあ、あとはどんどん処理しましょう。タワー行こうかな、先。お風呂ね、下向きに振るってより、今僕ちょっとやったんですけど、上目に振るといいです、タワーやるとき。下振っちゃうと、弾が当たってから鍋が落ちてくるじゃないですか。その落ちる前に弾が先に行っちゃって、無駄打ちになっちゃうんですよ。だからちょっと上目にして弾が縦に落ちるようにすると一振りで3段ぐらい落とせるんで届かね。タワーはお風呂でタワーやるときはちょっと上目に狙ってみてください。はい。その次必戦。さあ、今回一番重要な武器ですね。一番重要な武器、とにかく塗りをね、積極的に狙っていこうと思います。あとは雑魚処理かな。ローラーもいるけど、まあ、必戦の方が優秀なんで、柱、柱やっていきますか。てっちゃんいるか。まあ、てっちゃんは、3人行ってるんで、僕は行かなくていい。お、正面は片パ、ヘビは僕はタゲが切れてます。あの、柱とか、なんだっけ、鍋蓋の上に乗ると、ヘビのターゲットが切れます。戻ってきてんな。デスして体変わったか。ちょっとインクないな。よいしょ。インクないな。はい。で、低ノルマ隊が特にそうなんですけど、ノラのコツとして、とにかく、あの、納品をした方がいいです。ノラちゃんって納品意識の低い子がなぜか多くて、インクないよね。よいしょ。基本的に納品を積極的に行った方がいいですと言いつつも、こうなるんだよね。これが怖いところ。飛ぶか、ちょっと場所悪いけど、一人助けたら助けてくれるでしょう。他もやべ、一匹残った。モグラを寄せましょう。ちょっと足りないんで、あ、その弾拾いに運んでもらえばよかった。足りるか。こいつだな。ここの雑魚をまとめてやって。はい。危ねえ。そう、これです。とにかくね、モノちゃんって納品しないんですよ。めちゃくちゃ自分で納品意識を持った方がいいです。というか、モノちゃん、うん。というかじゃないわ。逆説でも何でもなかったわ。だってね、納品するゲームだからね。サーモンランってね、大物を倒す、シャキを倒すゲームじゃないんですよ。キーイクラを集めるゲームなんで、キーイクラ集めないとね。さあ、トライストリンガー、ヘビタゲ、どうなってるか。コップではないんで、パワー行きますか。ごめん、ダメだ。
これ沼ったな俺。余計なことした。もうジェプレ、いや、かぶった、やべ。壁塗って、ちょっと他の大物処理したい。せっかく書いたし。塗る。お尻抜ける。抜けられなかった。さあ、このね、ジェッパーは無駄打ちだったんで真似しないようにしましょう。お尻抜けていくよ。いや、ダメだもんな、多分。タワーは縦打ちがいいです。反射縦打ち。よいしょ。トライストリンガーは、タワーは反射で縦打ちしましょう。さあ、どうだ、カニ使ってくれてる。玉拾い運んできてくれてるね。よいしょ。オッケー、それやるわ。これもやっちゃいましょう。ちょっとね、喋る余裕なくなってきたな。次爆弾だな。ほい。救出。よいしょ。はい、終わり。いやー、申し訳ないな。初手のあの動きは俺がめちゃくちゃ沼ってた。あれはなかなか良くないんでね、あまり参考にしない方がいいかも。縦打ちがやっぱり基本的に縦に行けるんで、タワーとか柱の壁塗ったりはトライストリンガー縦打ちがいいですね。反射の。フル茶するとまあほぼほぼ一点に集まるんで、それは、ドスコイとか、鉄板ヘビ、大物一体狙うときに使ってください。はい、ということでね。わかりましたかね。結構しんどいんですよ。ノルマ低いけど。もう一戦ぐらいやっていこうかな。はい、もう一戦やっていきましょう。連戦してます。評価は達人の90ぐらいだったかな？あ、達人じゃねえや、伝説。何勝手に達人落ちしとんねん。さっきローラー引かなかったんで、ローラー引いていきたいね。スペシャルはホップソナー。さ、ホップソナー強いんだけどね。そのジェッパとかカニみたいに打開する力はないから、いいところを見極めていきたい使いどころを。モグラは自分の方に入れましょう。初手2体モグラ置き。まあ、モグラ寄せてくれたね。まだ誘導理解がある方かな？うん。モグラとか鉄板とかダイバーって寄せやすいんで、移動速度、移動距離が長くて、基本的にカゴ前まで持ってくるようにしましょう。絶対ね、遠くで倒したらノルマ足りなくなります。さあ、今、金網は効かない。ヘビーが来てる。めっちゃ鉄球出てるね。行こうか。ほっ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 。鉄球倒したらここに居座らない方がいいです。まあ、今はちょっと速攻で、ああ。あっと、ダメだ、居座らされている。居座ることを強いられているんだ。これはノルマペースいいからまだ大丈夫かな。よし、帰りましょう。あ、の、やっちゃってるね、ノルちゃん。やっちゃってるね。まあ、ノルマ終わってるからいいか。ノルマが終わったら自由時間ですからね、皆さん。ノルマ終わんないうちは、ちゃんと納品を。優先しましょう。はい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 。僕の大嫌いな鍋豚をやっていくよ。コウモリもいたっけな。こいつと、はい。あっちにもいる。先に爆弾やってからの飴玉返し。はい。なんかさっきの部屋と打って変わって、これは野良ちゃん優秀か？ちょっとね、苦戦する試合を取りたかったんだけどな。さっきと打って変わって快適嫌になるかもしれんって言いたいところだけど、そう言ってると大体フラグできつくなるから、これ以上褒めるのはやめとこう。さあ、ウェーブ1は必戦で難なくクリア。ウェーブ2、さあ来ました、ローラー。変わらず通常ヒルですね。まあきついと言いつつも、いろいろやれるテクニックはあるんで見せていけたらいいかな。先ほどあのね、ぴったりくっついて振り下ろすとやれるやつとか、あと爆弾もワンターンでやれます、こいつで。縦振り必須じゃないです。横振りも同じ火力出るんで、ジャンプ横振り、横振りジャンプすると当てやすいです。あの振りのタイミングが縦振りより早いんで、ちょっとここね、インクないな、帰っちゃうか。タワーは二段落としができるんですけど、苦手なんで基本的には任せたい。あ、あと来た、くそ。もうちょい寄せますか。そう、ノックバックが今回ひどいんですよね、ローラー系。これが痛い。ちょっと来てないんでやりますか。二段落としは、継ぎ目を狙うといいんですけど、ちょっと余裕ないな、今。はい、桟橋のタワーはね、マジであの、デスする確率が高い、沼りやすいんで、
ちょっと躊躇なく今使いました。で、柱はローラー適性結構高いです。横振りが範囲広いんでまとめて 2,3 匹やれます。危ねえよいしょ。なんで柱はローラーは積極的に狙っていっていいかな。数少ないね、唯一相性のいい大物なんで。え、待って、鍋豚が全然反応しない。いや、もうお、よいしょ。で、先ほどやった通りぴったりくっつくとそのまま引きのダメージが入るんで、こういう風にやりましょう。はい、爆弾ですが段差上とかは特に横振りジャンプしなくてもやれるんで、縦振り無理にする必要はありません。はい、ちょっとね、ちょっと沼ったけどまあこんな感じ。他にはね、あんまりやんなかったけど雑魚系の群れとかもね、積極的に狙っていきましょう。さあ、最後も通常ヒーロー、お風呂、ホップソナーが1個ですね。ホップソナーはね、結構優秀なスペシャルです。はい、派手さはないんですけど、やっぱりね、あの広範囲に100ダメージを撒き散らせるっていうのはね、やっぱでかかったね、サーモンランにおいて。あと、すぐインク回復する、これがね、大事。前回で言う、なんだっけ、ピッチャーみたいな使い方ができる。待って、この位置やばくない？これは真似しないでください。これはね、全然良くない動き。普通に下降りちゃあかんかった。よいしょ。さあ、周りの雑魚鮭をやっていきの。金網脇蛇。ちょっと先にこっち納品しておきますか。モグラ入れるからのダイバー。あ、いや、ダイバー本体狙おう。これ本体狙って次来るときに本体叩きましょう。よいしょ。こっち来い。あっち行っちゃったか、もういっか。もう行っちゃえ。ノルマのペース悪くないんでどんどんやっちゃいましょう。やれてねえ。お、こいつ下ろさなくていいや。はい、はい、はい。飴玉の雨返したい。はい。裏方かかな。正面もだね。ノルマ終わったんでちょっと行きますか。先にこれやって、あぶねえ。よいしょ。先ほど言ったね。あぶねえ。よいしょ。投げる、ホップソナー。インク回復したんで、もう一回ボムを投げる。この動き。そしてタワーもやれない。消えたー。からのお頭来ますね。オッケー。よし、じゃあ最後、締めにお頭もやっていきましょう。持ってない武器はトライストリンガーか。誘導してるときに結構武器殴っていいんで、特に火力高い武器は、あー、タワー箇所で、厄介だな。誰かいけないかな。ナベブテ厄介なんで、ナベブテやっちゃいましょう。当たりすれー。逆タワーか、ちょっと逆先やろうかな。こっちに今お頭がいないんで、あんまり倒しすぎる必要はないな。使いましょう、ちょっと救出も兼ねて。え？これちょっとまずいね。普通に奈々ちゃんがいいキャラの少ないところに誘導してるんで、なかなかお頭は崩れない。バカダイバーまだやれない。こいつやりたいな。よいしょ。うんふん。よっしゃ、危ねえ。いけたー。弓のフルチャの火力。危ねえ。相変わらずエロコ美味しくないね。
いや、ちょっと今いけると思わなかったな。いやね、最初始まる前に言ったね、あのフルチャー当ててく火力高い武器はちゃんと金からキャノンない時もお菓子屋鮭殴ってくるの大事って言ったの聞いたね、最後の最後に。いや、危ねえ。わーお、ゴディスしてるのはちゃーん。はい、ということで、シューターなし編成の伝説最初の方40付近でシェケナダムっていうね、なかなか、まあ、楽ではない条件下でのサーモランでございました。まあ、要点といたしましては、納品をまあしっかりするっていうことと、まあ、シューターがないんでね、武器を各々一個一個の、まあ、役割できることを考えながらやっていくのが大事かなと思います。それでは今回これで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみにお待ちください。それではお疲れ様でした。またな、バイバイ。